よう、メティナ。どうしたんだ、そんなに荷物を抱えて。大変だろ、持とうか。しかし。気にするなって。ほら。わかった、助かる。それでどうしてこんな量の買い出しをメディナが一人でしているんだ。対策本部の面々にいろいろと迷惑をかけたからな。時々こうして積極的に仕事を請け負っているんだ。結局お前を頼ってしまったけどな。別に一人でしなくちゃいけないってわけじゃないだろ。まあそれはそうだけど、メディナは意外と頑固だからな。ムカつく。とにかく俺も手伝うし、さっさと買い出しを済ませようぜ。よし、必要なものは全て対策本部に届けた。これで仕事は終わりだ。なあ、でもちょっと時間いいか。どうした？この時間露店が結構にぎわうんだ。ちょっと覗いていかないか。メディナ最近あんまり余裕なかったもんな。ならなおさらちょっとくらい気晴らししたって罰は当たらないだろ。お前が私のためを思って気晴らしを提案してくれているのは分かっている。だが私はこれからこの世界のため、そしてこれまでの食材のためにも粉骨砕身の思いで戦っていくつもりなのだ。気晴らしなど私にはしている余裕はない。ただでさえ今日はお前を頼ってしまったんだからな。よし、じゃあこういうのはどうだ。対策本部での会議中につまめるものを何か買ってこよう。最近は議題も多いし、会議がうまく進まなくて途中で小腹が空くかもしれない。そんな時のための必需品ってことでどうだ。物は言いようだな。相変わらずへりくつや言い訳を考えるのがうまい。決まりだな。よし、じゃあ行こう。あ、ん、この子キリト、知り合いか？いや、でも天職を持てる年齢ってわけじゃなさそうだし、農民じゃないよな。だとしたらどうしてこの子の服はこんなに汚れているんだ？あの何か私たちに用があるようだな。この子何か持っている。ぬいぐるみ、猫のぬいぐるみみたいだな。どうしたんだ、もしかして親とはぐれたのか？なんだ突然。こいつ野良猫か？私の猫のぬいぐるみを本物の猫が。泣き出してしまったぞ。俺に聞くなよ。猫ちゃんがとりあえずあの猫を追ってぬいぐるみを取り返すしかない。そうだな。そこのお店のおじさん、アンちゃんたち、対策本部の剣士さんだろ。様子は見てたよ。その子は俺が見ておくから、あの泥棒猫を捕まえに行ってきなよ。助かります。メディナ。猫は町の外へ向かっていった。行くぞキリト。
多分あっちだ。行くぞ。キリト、どうした？あ、いや、あの女の子のことが少し気になってさ。移動しながら話そう。あの子、貧しい身なりだったな。もしかしたら王都に流れてきた人たちの子供かもしれない。ほら、天災なんかで村の生活が立ち行かなくなった時、新たな仕事を求めて王都へ移ってくるっていう。ああ、その話は私も聞いたことがある。おそらくは負荷パラメータの上昇による影響だろうな。大半は食物を分け合って餓死してしまうんだろうけど、その集落の長の判断によっては新たな場所で天職を得ようとする人たちも出るはずだ。中には貴族のせいで故郷を失う者もいるらしい。大規模な農地の拡大や治水なんかの影響みたいだが、そんな子が持っていた猫のぬいぐるみ、きっと彼女にとっては大切なものだ。そうだな。言っちゃなんだけど、あのぬいぐるみすごく不格好だった。きっと手作りだと思う。貧しい生活の中であの子自身が作ったのかもな。だとしたら余計に取り返してあげないと。ああ、メディナ、何か気になるのか？いや、何でもない。もしかして猫好きなメディナは、奪われたとはいえぬいぐるみを取り返すのがかわいそうだと思ってるとか？いや、そんなことはないが、どうも気になる。何が？あの野良猫があのぬいぐるみを突然奪って逃げ去ったことだ。確かに、なんでだろうな。仲間だと思ったとか。こんな場所に魔獣が。メディナ、さっさと片付けるぞ。これで全部倒せたな。キリト、先に何か見えてきたぞ。あれは村？こんな場所に村があったのか？いや、少し様子がおかしい。あれは人が住んでいない廃村のようだ。じゃあ王都に流れてきた人たちが捨ててきた土地ってのは？どうやらこの地のようだな。よし、あの廃村を調べよう。放題だな。確かに。だがこの一帯自体が不毛の土地というわけではないようだ。何か理由はあるはずだし、少し探ってみるか。あの野良猫もこの廃村の中にいる可能性は高いさ。ああ、そうだな。メディナ、ちょっと来てくれ。井戸か？どうやら完全に干上がっているようだな。ああ、メディナが聞いた話みたいに、この村も貴族による治水の影響を受けて水源を奪われたってことか。意図的なリソースの強奪は禁忌目録に抵触するため、貴族にも行うことはできないけど、
治水の影響が遠回しにこの村の水源を奪い、そのことに貴族が気づかなければ起こり得る事態だ。村人たちは地下水の恩恵を受けられず、作物を育てられなくなり、村を捨てるしかなくなったのか。ここでも一部の貴族たちが人々の暮らしを踏みにじるというのか。メディナ。いや、取り乱してすまない。メディナの怒りはもっともだと思う。でも今回それが知れただけでもよかったと思うぜ。こうして現場に来て調査することもできた。対策本部に伝えれば村を離れた人たちの保護もできるはずだ。あの泥棒猫。あ、そうだ、メディナは猫好きだから、こういう場合猫がどこに行きそうか予想できないか。さすがにそこまでは。けど少なくとも俺よりは猫の生態とか詳しいと思うんだけどな。うん、分かった。待っていろ、必ず猫の居場所を見つけてみせる。期待してるよ。人が住まなければ廃墟を寝床にする可能性は高い。だがこの廃村は魔獣たちの巣窟になってしまっている。猫は基本的に夜行性、暗がりを好む。この村で暗がりといえば。あ、何か思いついたのか。もしかしてキリト、私についてこい。おい、どこへ行くんだ。井戸につながる場所を探す。井戸。いいから探すぞ。ここは地下水路。ああ、以前はこの村を潤すための水が通っていた場所だろう。なるほどな。ここなら小動物の隠れ家としてもってこいだ。ああ、おそらくさっきの猫も。あ、やっぱりあの猫だ。近くにぬいぐるみもあるぞ。待て、何か周りにいる。他にも猫が数匹いるようだな。なるほど、子猫も多いな。なあメディナ、もしかして。ああ、あの野良猫は自分の子供だと思ってあのぬいぐるみを奪ったのかもしれないな。子猫だと思って連れ帰ったってことか。悪いが、そのぬいぐるみを返してくれ。それはお前の子供ではなく少女の大切なぬいぐるみなんだ。どうか返してほしい。メディナ。返してくれるのか。ありがとう。強奪していった割には抵抗なく返してくれたな。うん、大方持ち帰ってきたものの、少し様子が違うことに気づいていたんだろう。いや、俺は違うと思うぜ。その猫にはメディナの思いが通じたんだと思う。あの子の大切なぬいぐるみを何としても取り戻してあげたいっていうメディナの思いがさ。ほら、猫もそう言ってる。はあ、そうだといいな。どうして。さっきまでは一切気配がなかった。もしかしたら俺たちの後をつけてきたのかもしれない。私たちのせいで猫たちの寝床を荒らされるわけにはいかない。こいつらも全員倒すぞキリト。当然だ。
Thank you.
着いたな。ああ、この村もしばらくは安全なはず。猫たちも平和を脅かされることはないだろう。礼を言ってくれてるみたいだぜ。メディナ、そんなにぬいぐるみが気になるのか？いや、なんでもない。帰ろ。ほら、あそこにいるぜ。うん。あ、待たせてすまなかった。この通り、なんとか無事にぬいぐるみを取り返せた。うん、ありがとう。よかったな。今後もあのように貴族がのさばれば、被害を被るのは社会において弱い者たちだ。この子やあの猫たちのようにな。私は、これまでの私は市場のために小さな犠牲から目をそらし続けてきた。だが今ではそれが間違いだと理解できる。どんなに小さな存在でも価値はある。キリト、改めて礼を言う。お前がいなければ私はこうして変われなかった。いや、どうだろう。メディナは自分一人で答えを出せた気がするよ。今回だって俺一人じゃ猫の住処を見つけられなかったし。それは猫の生態に私が詳しかったというだけだ。とにかく相手がどんな存在だろうと、メディナは人界のために行動している。それは誰が見ても明らかさ。キリト、あのメディナ様、どうした？というか、なぜ私の名前を？これ、あげる。ぬいぐるみを、私にくれるのか？これ、
ともとメディナ様にあげるつもりだったの。それがあんな風に取られちゃって、私びっくりして泣いちゃって、だから説明できなくてごめんね。もともと私に渡すつもりだった？どうして？前に私、魔獣に襲われた時に助けてもらったことがあるの。それで助けてくれた人たちにありがとうを言ったら、お礼はメディナ様に言ってくれって。そうか、私の知らないところで冒険者によって救われた子なのか。メディナ様は猫が好きだって教えてもらえたから、私頑張ってこれ作ったの。そうか、そういうことだったのか。う、受け取っていいのだろうか。当たり前だろメディナ、何を躊躇する必要があるんだ。確かにあの時のメディナは間違っていたかもしれない。でもこんな風にメディナの行動によって救われた人も確実にいるんだ。メディナ様、もらってくれる？ああ、ありがたく頂戴しよう。だがその呼び方はやめてくれ。じゃあどう呼べばいい？お姉ちゃんって呼んでもいい？ああ、もちろんだ。ありがとう、本当にありがとう。それじゃあね、メディナお姉ちゃん。ああ、またな。いいものをもらったな。ああ。本当に好きなんだな、猫。いや、まあ好きだけど。メディナがもらったものなんだし、気にせずめでたらいいじゃないか。オルティナの好きを嫌う貴族も町にはいるんだ。そういう奴らに弱みを見せるわけにはいかない。気にしすぎな気もするけど、やっぱり頑固だなメディナ。ムカつく。それじゃあ私はもう行くからな。おいメディナ。行っちゃったよ。というかメディナのやつどこへ行くんだ？魔獣討伐のために待機するって言ってたのに。一応それだけは伝えておくか。よし、メディナを追おう。確かこっちへ行ったような。この声、まさか。よしよしよし、いい子だな。今日から私がお前の主人だぞ。なんだ。そうか、お腹が空いたのか。では帰りに何か買っていくとしよう。好き嫌いはないか？そうかそうか、お利口さんだな。我慢できずに路地へと入ったが、すまんな、街中でお前をめでることはできない。帰ったらたくさん撫でてやるから、それまではおとなしくしているんだぞ。ああ、私も我慢するから。それじゃあ、あのさ、対策本部で魔獣討伐に備えるって言ってただろ。忘れているみたいだったから一応報告。のか。え？見たのか。いや、いや、
何も見てないって。それじゃあまた後で。あんな場面に出くわすとは。ムカつく。俺悪くないよな。